500円ですね。1本500円。この間まで300円だったのに上がってる。そうそう、巻いていきますと、まあ、こんな風に出来上がると早くないですか。ねじりながら曲げる。なるほど。ねじりながら曲げるですね。だこうさっき言った左行くんですけど、こう右に曲げたらもう一回右行くっていう、うん、そういう感じですよね。そっちの木が8000か9000。8000か9000ってことですね。でした、はい、うん、ということなんで、この上を目指そうというところですね。はい、3年後。こんにちは。こんにちは。はい、あの木どうなったシリーズ、あの木どうなったシリーズ勝手にシリーズ作りましたけど、ちょっとマジックも消えちゃったんですけど、うん、幹はねじれてるはずだということなんで、スーッとスーッとこう上に持ち上げながら、まあ、シャリを作っていくと。皮がむいて、ここが食い込んで皮がむけちゃってますね。ここもそうですね。どうなって、第2弾はこんな感じ。こんな感じですね。じゃあまた11月か12月にお会いしましょう。はい、お会いしましょう。ここの曲がりが面白いんですよね。すごい消しちゃう。そうなんですね。この曲がりが面白いのに、はい、こいつがあると、はい、ここら辺埋めちゃうと、この動きを消しちゃうんで、ではいいんですけど、この角度でちょっと持っていただいて、はい、こいつですよね、この枝ですね、これですね、これですね、はい、じゃあちょっと上げていただいて、はい、はい、はい、心苦しいんですけど、そう、いきます、はい、えい、はい、よくわかんない、ではいいんだけど、あえて切ったというところですね。そうすると、これで切って、裏があって、ここにあって、もうちょっと下から出てるんで、切りますね、いいですね、いいですか。下から出てるんで、これ下向き、はい、下向き、はい、お願いします、はいはいはい、下の枝だけは、1.5 のアルミ線で、横の1の枝とこれをかけます。こっちはまあ下ですね、確実にね。とりあえず下で行って重ならないように、あのね、両手でかけられるようになってくると、あ、はい、ちょっと自慢じゃないですけど、そういうことですね。ここに入りますね、こういう感じで、うん、ここは特に上げる下げるはそんなに気にしなくていいと思います。ここは、はい、こんな風に落とさなくても、ちょっと横に行かしたいんで、ちょっとこうひねりながら、ちょっと今この枝上行ってたんですね、うん、小枝をこう ひねりながら横に向けたと。横に向けたですね、はい、この枝を後ろに、でこれでやればこれで固定されるんで、曲げながらかけて、曲げながらかけるですね。細かい針金をかけ終わりました。はい、はい、あ、ごめんなさい、あとあれだ、はい、小枝にもう一本ちょっとかけますね。小枝にもう一本をかけます。もう一本かけます。はい、あとあの少し畳み込みますね。はい、下の枝からやってた。そうですね、下からですね。まああの文人木は枝を幹に寄せなさいというんで、これが離れてますから、はい、ぐっとこう寄せるような感じで作りますね。ね、あ、やっぱり一旦は下ろさないといけないんで、ここは枝元を下げて、枝元、そうですね、一旦はここ下げて、まあ、そのために上にあの枝の上に針金が入ってるんですけど ね。でここはこれが裏でいいと思いますんで、後ろ側にここを背中にして内側に折り込んでいって、もうね、結構くっつくぐらいやっても、ね、上げてますね。枝としてはここを一つ幹に寄せるんで、食いつきというような形で畳み込みます。一、はい、つ大事なのは入って出て入ってっていうふうに、ここ揃わないようにですね、この出入りがあるようにこっちは作ってます。あ、なるほど。この辺が裏枝になるんですね、裏枝ずっと太してで、ここにあって、これがねちょっと私はいらないなと思って見てまして、っていうのは ね、ここの動きを見せたいんですね。そこにあると消しちゃうんで、ちょっと針金かけたんですけど、うん、ちょっと取ります。そうするとね、枝がこっち重なるんですね、2回、うん、左左って、はい、たださっき言った出入りがあるんで、本当は順番があるといいんですけど、ちょっと多いかなと思うんで、これも好みです。で私の好みとしては取りたいんで、こう取ると、はい、どうですかね、いきなりね、すっきりしてると思いますよね。はい、ここは
ちょっともう感性の話なんで。で幹よく見えますね。うん、幹のここの動きはね、うん、見えてくると思うんで、本当は右左右左ってやりたいんだけど、こっちが、ね、左左になっちゃうんだけど、さっき言った出入りでなんとか少しこっちは寄せてこっち出して、うん、でいいかなって感じします。針金かけたいんですけど葉っぱが元気がないんで、とりあえずこれで少し培養してっていうことで、一応針金かけはこれで終わりにしたいと思います。はい、はい、これでですね、写真を、はい、正面に、隙間が少し見えると思う。やっぱ上変えたくなりますね、うん、はい、じゃあこれを植え替えですね、はい、本来はこの時期植え替える時期じゃないんですけども、もう11月入りましたからね、はい、今日は公開は12月、公開12月ですね、はい、3月って言うんですけど、4月から6月ぐらいがいいかなと思いますね、うん、もうちょっと寒いんですけど、今日は特別に、はい、普段ならやってませんが、普段やってませんが、今回は盆栽世界さんとのコラボということなんで、すいません特別に、ここは終わりました、はい、スネ入ってるんですか。スネ入ってますね、はい、こんな感じですね、はい、ちょっと表面は少し取ります。時期じゃないので根は、そうですね、あんまりさばけないんですけど、ただ、うん、ごめんなさい、鉢これやっちゃいましたけど、ちょっと候補が実はあったんですね、先に説明しなきゃいけなかった。やっぱりこういう文人の木なんで、こういう長方よりはまあ丸がいいかなということですね。まあ大きさが一番重要なんですけど、心拍の場合はこの朱泥って言われる朱色のですね、赤い鉢ですね、これが合いますんで、この朱の鉢を選んだということですね。これは一等園さんって言われですね、常滑の鉢ですね、はい、背が高くなるかもしれないですね、根が出るまで。ですよね、上から初です。上から初ですね。はい、どうなってるのか。とりあえず崩しすぎないように少しずつ崩していきますね。とりあえずね、ここには入らなきゃいけないんで、外周は少し合わせないといけない。ね、はい。軽くはちょっと軽くないんだけど。はい、これで入りそうですね。もうね。苔やっぱ張った方がいいですか。のがいいと思うんですね。はい。ぜひ。水やりをして。水やりをしてから今日はちょっと苔を張りますね。はい、日苔は少し足元ですね。こういうところに張ってあげた方が。いいと思います、はい、これが500円の木ですから、はい、500円の木を1万5000円にする計画の木です。今いくらぐらいですかね。今いくらですかね。結構上がってきてるんじゃないですか。お家に行けたんで、盆栽世界さんで売るとすると、ね、それでいくらぐらいですか、ね、いくらだっていう言いづらい。まあ、8が3000円しますからね。3000円はすると思いますね。5で、まあ、どうですかね。一応3年で。そう、3年で。まだ1年経ちました、うん、いや、経ってないじゃないですかね。まだ1年経ってないですけど。1月スタートだから、まあまあですよ。あと2年で。あと2年でね。
もう1枚乗せましょう。そうですね。8台入れるのずるいかもしれない。8台入れるのずるいですね。8台入れればいい。8台は別にして1万8000円にしなくちゃいけないですね。いや、そうそうそう、前言ってたんですよね。だからこの動画でやったっていうことを言わずに、こっそりフェスとかで売るとかね、うん、視聴者の人だったら多分出して買ってくれそうだから。うん、そうですね、そうなんですよね。だからそういうのなしでやる、なしでね、そうなんですよ。そうです。はい、とりあえず完成しました。完成。はい、盆栽世界さんとのコラボ第3弾、はい、まあ、カメラ2つが見てますけど、とりあえずこの辺正面でいいと思います。最初からね、正面実はここだったんですね。はい、でねじってるうちに変わってきちゃったんで、まあ正面はねとりあえずここですけど、もしかしたら反対もこれなんかもね面白いかもしれないですね。はい、はい、ということで、まだ3年計画で500円が1万5000円ですけども、うん、今1月からですから10ヶ月ぐらいですか、うん、ですね、ということで、うん、まあいくらになったでしょうかっていうことですよね。はい、まだ2年以上ありますか。2年以上ありますかね。あとはもう充実してて、ね、あの棚がこうできてくれればこもりこもりできて、で背はまたなくなればなくなるほどこう取ってありますけど、はい、またどん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 こう形作っていけますんで、うん、まあどんどん成長していくと。そうですね、いうことで、はい、また次の仕事は何なんですか。次はね、だからやっぱり今度は春ですから、ちょっとしばらくやる作業はないですね、これね。で春にだから充実させて、春から芽が伸びたやつを今度は芽摘みを今度は忘れずに、はい、で芽摘みをすることでそういう棚ができていきますんで、うん、あの棚作りっていうことですね。それもだから来年1年で、あと途中で1回だから針金また外すと思いますけど、うん、来年は出てこないかもしれない。そうですね。でもシャリかな。そうですね。針金を外したタイミングでシャリを広げるっていうのがあるかもしれないですね。そうですね。そうですね。で、あと目詰めをやってというのが第4弾。うん、なるほど。来年、そうですね。5月、6月ぐらいですかね。そうですね。3年計画。はい、ということで、生きていれば。はい。はい。終わりました。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。そうです。ありがとうございました。ありがとうございました。お互いカメラ向かってるっていう。ああ、そうです。